キンプリヘイヤー仕様、ジャニーズ退場後の新たな未来への、頑張れ、エール。平野仕様さんのジャニーズ事務所からの退場と、キングプリンスからの脱退が発表された直後、彼の未来に対する期待と応援のメッセージが、ファッション雑誌、ナイロンジャパンの公式ツイッターから届けられました。2022年11月7日、この雑誌が彼の新たな一歩を称賛し、 ファンの間で感慨深い反応を呼び起こしました。その投稿は文字通り縦読みされることで特別なメッセージが浮かび上がるというもので、これについて詳しく見ていきましょう。ナイロンジャパンのエール、ナイロンジャパンは日本のファッション業界で高い評価を受ける雑誌で、その公式ツイッターが平野紫耀さんの未来に向けた応援メッセージを発信しました。 このメッセージは11月11日に発売されるナイロンジャパングローブルイシュー03の表紙に平野さんが登場することを紹介したものです。その文面は以下の通りです。ガンガン未来に進む平野氏、要アイコンとして中面 12P に渡りバキバキなスタイルを披露、ニュージェネレーションのキングの光輝く未来を感じて、この文章を縦読みすると、 頑張れという言葉が4文字で浮かび上がります。この独特の表現方法はファンにとって特別な意味を持っており、平野さんの新たな未来へのエールとして受け取られました。ファンの感激とコメントこの独特な頑張れエールが投稿されると、平野紫耀さんのファンからはたくさんの感謝のコメントが寄せられました。その中には、頑張れというメッセージへの感動や、 彼への愛情がたくさん込められていました。以下は一部のコメントの例です。頑張れなく、ありがとうございます頑張れのメッセージ。愛。力強いエール、ありがとうございます縦読みのメッセージに胸が熱くなりました。 大きな愛を感じて感激しています。これらのコメントは平野紫耀さんのファンが彼を支え彼の新たな一歩に対する期待を表現するもので彼がこれからの道で成功することを願っていることが伝わります。平野紫耀さんの新たな一歩ジャニーズ事務所からの退場とキングプリンスからの脱退は平野紫耀さんにとって新たなスタートを切る重要な決断でした。 これについて、彼自身やファン、そして業界関係者の間で様々な憶測や期待が寄せられています。まず、平野志洋さん自身が今後どのような活動を展開するのかが注目されています。ジャニーズ事務所を離れた後、俳優業、音楽活動、バラエティ番組への出演など、彼がどの分野で才能を発揮し、ファンを魅了するかが楽しみです。 一方で、ファッション雑誌、ナイロンジャパンの応援メッセージは、彼のファッションアイコンとしての地位を示唆しています。彼はこれまでにもファッション業界で高い評価を受け、数々の雑誌やブランドとコラボレーションを果たしてきました。今後、ファッション界での彼の活動が一層期待されることでしょう。また、平野志陽さんのファンからの熱い応援が示すように、 彼は多くの人々に愛されています。彼の才能や魅力が新たなプロジェクトや活動でどのように発揮されるか多くの人々が注目しています。結論平野紫洋さんがジャニーズ事務所を退場し、キングプリンスから脱退するという大きな決断を下しましたが、その後の未来に対する期待と応援は非常に高まっています。 ファッション雑誌、ナイロンジャパンが送った独自の、頑張れ、エールは、彼のファンにとって特別な意味を持ち、新たな一歩に向けた励ましとなりました。彼の今後の活動やプロジェクトに対する期待は非常に大きく、その才能と魅力がどの分野で発揮されるかが楽しみであり、注目されています。平野志耀さんがさらなる成功を収め、 ファンを魅了し続けることを願っています。彼の未来への頑張れエールが彼をさらなる高みに導いてくれることでしょう。高み